絶対に勝ちたい。あーきつい。さあ始まりました、プリタンチャンネル。ハロー、アコギン君。パンダ。とある方に呼び出しされてます。おつもるー。あの企画が見たくなってしまって、また二人に集まってもらいました。え、あの企画がっていうのは過去にやった、過去にやったよ企画。1時間に駄菓子何種類食べれるかー。おー、あの、やったことないと思うんですけど。記憶にないですけど、はい、過去に駄菓子ではその企画をやったことあるので。そっち、はい、今回は時間で何種類食べれるかっていうあの企画になっております。種類がいっぱい食べてもダメってこと？そうなんです。得意なのばっかり食べてもダメってことでしょ。種類の対決だから、これとこれが同じってことだよね。ちなみに中には1種類だけのものもあります。駄菓子何種類食べれるかってやっぱ子供の時の夢の一つだったじゃないですか。いやもうテンション上がるよ。むちゃくちゃテンション上がりますよ。今はいくらでもいける感じする。負けた方は全額自腹でございます。うわー、じゃあいつでもかかってこい。よっしゃ行くぜ。1時間で駄菓子どれだけ食べれるか対決いってみよう。はいはいはい、もう私作戦考えました。いやそれはもうやってます。ええこれ楽勝なのっていうのをもうピックアップしてます。これ1個食べきらないで次行っても大丈夫。あ、トータルにしますか。オッケー、やったぜ。それではいきます。よーい、スタート。よっしゃ、いくよ。いただきます。絶対うまいもん。そのまんまそうだ、とんかつソース。いただきます。うん、うん、酸っぱい。ガムだから味がなくなったよね。ガム焼きさん太郎。うんうん、すぐ追いつけるよそんな。うん、味がなくなったんで。うん、うまい棒。あ、ビッグカツもう置いてってますよ。もう確実に置いてってますよ。はい、ビッグカツ。うん、うん、あ、うまい。一時間なんか結構あるから、うん、マジでいけるわ全部。うん、うん、うん、うまい棒早いな。うん、うまい棒やっぱ結構ボリュームやな。コーラのこのラムネみたいな小せんべい。え、それ結構重くないですか。ビビってるじゃん、もう楽しんでいけば勝てんのよ。もうじゃあもう1時間のタイムスケジュールできてるんで。もう後のこと考えてるじゃん。はい、半玉。はい、ソースせんべい。え、待ちだろ。うん、ソースせんべい取っとこう。なんでこのソース使えるわ、多分シュガーラスク。あ、いいなじゃないですか。じゃあコッパーイ。あー、タケノコの里。それ言ってます。あ、言ってんの。もう言ってます、すいません。すげえいいこと考えた。チョコしょっぱい、チョコしょっぱいやっていけば永遠に食う。この世に永遠のものなんてないんですよ。はい、今お、6。これで待って7です。え、最高。よっちゃんイカ。次よっちゃんイカ行こうと思うぞ。うまっ。うん、で、俺の考えたらこのね、ゼリーでチューブ、このね、飲み物としてね、攻める。これが俺の作戦。はい、これかな、セブンネオン。この棒状のね、甘いやつやね。お前うまい棒、コーンポタージュ。はい、終わり。じゃあ俺豚麺いきます。俺もいきます。待てない、早く早く早く、時間ないから時間ない。どんどんいくぞ。まあ、うまい棒いくか、焼き鳥やし。うわ、もううまい棒いきまくっちゃう人ね。え、取っといてるってこと。もう終わりです、バカだな。いや、後半のうまい棒絶対きついからね。とんでもない。で、キョロちゃんいこう、キョロちゃん。ピーナッツだったらもう秒ですわ、秒。やば。うん、お前いこう。俺も行こう。くない。12分経過です。え、まだ12分かな。今の途中経過は皆さんどうですか。9です。9です。えっ、熱い、うまい。はい、サラダ味いきます。サラダ味、うまい棒。中身は食べました。スープ取っとく。はい、10終わり。スティックゼリー。はい、よっちゃん行きます。秒です。え、これもう一個ないですか。これね、残念でした。なかったみたいです。そういうなんか一個しかなくていいやつあるわけね。もうねえな、一個しかねえやつ。やばいよ、コアラの街。いや、重い。スティックゼリー缶、うん、結構腹たまる。なんでなんだろう、駄菓子ってこんな腹たまるの。こっからだよ、真の戦いは。ポテトフライ。俺もポテトフライ行こう。うわ、真似した。はい、どうですか。怖くなってる、もうしょっぱいのが。駄菓子すごい。そっか、全体的にしょっぱい。しょっぱい。普通のご飯食べるよりお腹いっぱいな気がする。ご飯はお菓子しか食べませんみたいなこと言う人いるじゃん。はい、いや、多分いける。はい、
もうあんま行きたくねえな。わかる。意外とマーブルとかね、バーでいけるやつ。終わった。意外とバーでいけるやつ。終わった。マジバカだ。選択で負ける。コンポタージュ終わり。絶対後悔する。これいいじゃん。ウルトラ三兄弟。あ、ウルトラ兄弟だった。あ、梅トラ兄弟。めちゃめちゃいい。25分経ちました。どうですか、二人ともお腹の調子は。まだいけます。ほぼ満帆です。クランキーチョコレート。クランキーチョコレート。俺のマネの真似してるやん。俺の真似の真似。そう、俺が真似をすることが一番楽ってのに気づきました。追われる立場ってきついんですよ。同じの行くけど先に食べ終わるっていう精神的ダメージ。ミッキーちゃんとミニーのチョコ梅ジャム。1位からしかやめよ。ええ、ミキさん。うん、ちょっと私ですね、今から参加させていただいてるんですけども、はい、お二人が食べたちょっとゴミを、袋を見てですね、同じもの食べてます。それぞれ違いますよね。違う違う。やっぱりな、いかに量を少なくするかってね、大事なんだよね、しょうちゃんね。違ったの、食べてみて。大きいのもこれ食いやすってなるのよ。わあ、ヤングドーナツいくかな。うん、これ腹たまりそうだけど。チョコケーキ。でも軽い気持ちでそれいきましたよね。後悔しました。え、私一回言ってるんで。ジョーカー。うん、うん、はい、30分経過です。やばい。うん、はい、これにしよう。タラタラしてんじゃねえよ。うん、タラタラしてんじゃねえよ。うん、はい、一個しかない。はい。うわあれ、タラタラしてんじゃねえよかないんだ。激辛って書いてある。激辛って書いてある。はい、うまいもんもきつくなってきましたよ。梅トロ兄弟いこうかな。あー、腹減ってるな。カレー、あと30分後なんだかよ。うわ、すごい吟味してる。きついんだ、すごいきついんだ。はい、きつっぺーな。うん、ゼリーでちゅう。チョコベビー。チョコベビー1個しかないです。そう、やめたほうがバカだな。残り15分でした。やばいやばい。どれだけ行きます。黒棒。え、黒棒それ持って思いませんでした。すごい濃い。これやってるのに食べよう。うまいわ、端から食べてこう。明太子。トーストせんべい食べよう。ソース取っとくとかもやめたわ。この組み合わせすごい合わないです。はい。うん、はい。あー、きつい。絶対に勝ちたい。俺、さっきコーラ言ったけど、これ言ってないよね。はい、ミニサワー明太。うん、追い切っていきます。うん、全然高くないこれ。やってしまった。それでも全然上げてない。でもほぼほぼオレンジガム。うん、懐かしいこれ。うん、うん、ブラックサンダーいただきます。やばい、もう食えない。もう食えない。はい、ガム終わり。よし、わお湯、お湯、お湯。うん、残り5分です。はい、本気出します。俺も本気出したもんね。うまい棒連発食い。俺あとうまい棒の食い方知ってるんで。やばやば、いいのねえな。うん、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 玉ねぎ、玉ねぎ、玉ねぎ、玉ねぎいきます。あと3分です。うん、うん、こんなことできないよ、子供の時の夢。あー、うん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 、腹パンパン、腹パンパン、腹パンパン、やばい。残り10秒。ない、もうこれ食べるしかねえか。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。うん、ストップ。危ない。腹いっぺ、マジで。あー、苦しい。それでは今から集計に入りたいと思います。食べたゴミ1個ずつ入れてください。はい。で、しょうちゃんはパンダさんの被ってないか、被ってるものはもうそれを排除しなきゃいけないんだよ。カウントしないから。はい、はい、1、2、フライドポテト、うまい棒、3、10、スティックゼリー、うまい棒、牛タン味、
20たけのこの里、21うまいもんたまに味、エビマヨ、25チョコボール、26マグロチョコ、27ミニコーラ、28ブタマヨ、ココボタ、29チョコボール、30うまいもんたまに味、31風船コーラガム、32終わりー、あ、終わりー、え、まだはない、童貞、うそー、もうない、残ってる、ない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 、これだってあれだもん、これ、前半も同じ数だったんですよ、2人食べて、そう、そのまま最後まで同じ、じゃあ1時間普通に仲良く喋りながらマジ勝てないやめろ、あ、じゃあもうドローなのでね、鉄板、うわぁ、だからね、ちょっともうちょっとだけ頑張ったら勝てたよね、いやいや、そうなんだよ、さ、美味しいお菓子たち、ありがとう、ありがとう、ありがとう、それではこの2人が頑張ったらと思う方はチャンネル登録、高評価お願いします、さよなら、バイバイ、さよなら、バイバイ、バイバイ。こんだけさ、頑張ってさ、なんで折半なんだよ。折半？いや、頑張ったから半額なんですよ、だから。知るね、翔ちゃん。その通りです。